さらにこう F1 グランプリというのもやってらっしゃるということだったんです。そこを具体的に伺ってるんです。基本うちはまずそもそもあの出世の仕組みが、要は役職をこう職務をもらうっていうのは選挙なんですよ。選挙、選挙なんですよ。全部選挙制なんですよ。店長になるのも選挙、マネージャーになるのも選挙、選挙なんですよ全部。社員さんからの票っていうことですか。そうですそうです。やりたいやつが手を挙げてみんなの前でプレゼンをして、投票で決まるっていう仕組みなんですね。で選挙とちょっと違うのは、落ちた子たちに、はい、なぜ落ちたのかっていうことを入れた人が書かなきゃいけない。なるほど、落ちた理由を。落ちた理由を入れなかった理由を。でそれをその担当のマネージャーがまとめて落ちた子たちにフィードバックして、それが次までの課題になるんですよ。なるほど。はい、でそれがそれで、まあ、この選挙っていう仕組みがあって、でマネージャーは、はい、店長はまあその、ポストが空いた時、はいはい、でマネージャーは年に1回、マネージャー総選挙っていうのをやってて、改選されるんですね。あのマネージャーの一番ビリになった子が、はい、選挙に落ちてきて、店長からなりたいっていう子たちと一緒に戦わなきゃいけないんですよ。で厳しい。そうですそうです。それでまた勝ち抜けばこの子が上がれるし、仮に例えば今年はマネージャーが増えないって言ったら、一人落ちて入れ替わるか、同じ子がまた上がるか、それか一人増える場合は一人選挙に出て二人上がるっていう感じなんですよ。なんで必ず一人は入れ替え戦に一回出なきゃいけないんですよ。なるほど。でこれでまあ僕らはその一番大切なことは何かっていうと、自発的、例えば僕ら取締役がマネージャーの管理を、はい、例えば、皆さん例えば部下の 方たちの、その今日何やってんのとか、今日はあれやったのとか、はい、スケジュール管理とか皆さんされるじゃないですか、はい、あれ僕ら全くしないんですよ。へ、僕ら取締役なんかも今日マネージャーがどこで何やってんのか全く知らないんで、僕は特に全く知らないんです本当に。で見もしないし、で僕からしてみたら、いやもういやちゃんとやんなかったらだって票入んないでしょ来年って、落ちるだけだから、はい、あるいはそれがもう象徴されてると。逆に言うと、その上司側が自分の仕事に時間を割ける時間が長くなるんですよ、すごい。はい、で、まあ、だから、まあ、サボりは落ちるだけだからっていう、うんうんうん、結局、能力の高い子にやる気を出させるよりも、うん、やる気のある子に能力をつけさせる方がよっぽど簡単なんですよ。なるほど。能力のある子にやる気を出させようとすると、やっぱ責任が、あのかぶさってくると、いや僕はやりたくなかったとか、私はそんなつもりじゃなかったとか、要は頭がいいだけに言い訳がいくらでも出てくるんですよ、はい、けどやりたい子に任せれば、その同じ苦戦してもどうやったらできるんでしょうって、あのベクトルがポジティブなんですよ。わかります、できるためにどうしたらいいんでしょうじゃないですか、はい、ですか、うんうん、だからそうじゃなくて、できる子にやる気を出させようとしてへこたれるとベクトルがマイナスにいくんで、だから会社全体がマイナスに流されていっちゃうんですよ。なるほど、はあ、はあ、社員さんのベクトルをプラスにするってことですね、はあ、仕組みそのものがそうなってるんですね。そうです。それが F1 グランプリ。そうです。そのマネージャー選挙もありますし、はい、ストレッチの世界一決める大会があったりとか、まあ、いろんなイベントがあるんですけど、それが一つのまとまっているのが F1 グランプリという大きなイベント で、 そ、 でそこに、まあ、全社員が集まって、はいはい、でそこに、観客で、まあ、お客さんがちょっと来たり、あと、まあ、あの今年からお客さん招待するんですよ、で、あとは取引会社とか、はい、あとうちの F1 グランプリとかを、まあ、ちょっとその取材とかで知って見たいっていう人が見学来たり、はい、なるほどなるほど、あと銀行さんが来たり、あのめちゃくちゃ派手なイベントになってるんで、我々このコンテンツをですね、100年後、1000年後まで残していきたいというふうに考えているんですが、最後に100年後へのメッセージをいただいてよろしいでしょうか。はい、もっと、本当の意味のグローバルを実現してほしいなと思います。本当の意味でのグローバル、はい、うん、なんかよくグローバル化、グローバル化って呼ばれてますけど、実際僕ら世界で店舗展開しだして、はい、世界でアプリケーションを出そうとして実際出ててますけど、まあ、こんなに国内から応援が来ないんだっていうぐらい、あの本当何もついてこないですね。あのそりゃ勝負にいってるからリスクもでかいじゃないですか、はい、けどその言葉ばっかりグローバルが走っていて、本当に実態が全く、ま、逆に逆行してるぐらい、 いや止まってるぐらいだったらまだいいんですけど、逆に逆行してるぐらいなんか中身が伴ってないなと思って、はい、これじゃあこの環境じゃあ日本企業が世界に出てくっていうのは
本当によっぽど体力つかない限り、これ本当難しいなって。中小企業がちょっと世界で勝負するなんて海外じゃ当たり前ですけど、例えば僕タイで あるレセプションに呼ばれて、それはドイツの企業の、スパだったんですけど、世界7店舗展開ですよ。世界に7店舗しかないんですけど、点々と7店舗あるわけですよ。けどそれがやってのけられちゃうっていう、なんかこう支援のあり方とか、なんかその当たり前感、なんかそれって日本にはないですよね。世界7店舗なんて企業ないじゃないですか。日本に今何店舗やってるんですかって、7店舗ですって、どこっつったら、ね、日本とヨーロッパとなんていう会社ってほとんどないと思うんですよ。やっぱりある程度日本で完全基盤作って、倒れなくなってから海外出てくみたいな風にならない、そうですそうです、なるじゃないですか。それは何かって言ったら、やっぱりそのどこでやっても変わんないよっていう姿勢がないからだと思うんですよね。別に日本だろうがドイツだろうがどこでやろうが、まあ、やってることには変わりないでしょって、頑張んなよっていう応援の仕方がないと、やっぱり日本はグローバルには絶対ならないなと思いますね。ある意味国を挙げての支援体制みたいな、今やっててそれを本気で感じますね。まあ形ばっかりだなっていう、だから本当にまあ、日本人もここまでやれるんだって、いい経営者たくさんいると思うんですよね、本当に素晴らしい経営者たくさんいると思うんですよ。でもっと海外でね、日本っていうマーケットはでかいからいいんですけど、確かに大事なんですけど、もっと世界のマーケットもいい場所いっぱいあると思うんで、せめてそこのなんか他の国で勝負する人たちをもっと応援してもらえるような、なんかこう国になんかそういう体制があったらなと思いますけどね。なるほど、はあ、いや今日は貴重なお話伺いましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。